生だよりです。この時間は延岡市の企画制作でお送りします。それでは耳寄り市政情報です。今回は平成20年度の市県民税と国民健康保険税の申告について延岡市市民税課の中黒木ゆかりさんに伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年も市県民税、国民健康保険税の申告の時期になりましたが、今年の時期や、会場などについて教えてください。はい、申告受付は1月30日から3月17日まで市内各地の公民館などを会場に行います。各地区ごとの日時や会場などは広報延岡1月号同封のチラシや延岡市のホームページに掲載しておりますので、詳しくはそちらをご覧ください。また今年から延岡総合文化センター、一つが丘コミュニティセンターなど昨年までとは申告会場が異なる地域がありますのでご注意ください。この申告は国民年金などの各種年金、手当の受給、保育所の入所や公営住宅の入居など様々な申請に必要な所得証明の資料となる大切なものですので、必ず期間中に申告してください。それではどのような方が申告しなければならないんでしょうか。はい、申告が必要な方は平成19年中に事業所得や不動産所得、農業所得があった方です。サラリーマンの方でも給与以外の所得があった場合は申告が必要となります。年金所得だけの方につきましても、社会保険料や生命保険料などの支払い金額について所得控除を受ける場合は申告が必要となります。また障害年金や遺族年金を受給している方が国民健康保険に加入している場合にも保険税算定のために申告が必要となります。それでは申告するときに必要なものを教えてください。はい、申告時に必要なものは印鑑、健康保険証のほか、営業、農業、不動産所得がある方は収入や必要経費を集計した書類が必要となります。また給与や年金所得者の場合は源泉徴収票、それがない方は支払い証明書などが必要です。その他はご覧の通りです。今回所得税と市民税についての制度改正があったそうですが、それについて教えてください。はい、主な改正点として所得税の税率が税減以上に伴い新税率になりました。また今年から減価償却の計算方法が変更されたほか、並立減税につきましても廃止となりました。税減以上によって市県民税が増える分所得税が減るそうですが、平成19年中の所得が減って所得税が課されない人についてはどのようになりますか。はい、税減以上では市県民税が増える分は所得税が減ることになります。しかし退職などによって19年中の所得が減り所得税が課されなくなった人は、税減以上によって市県民税が増えた分を所得税から減らすことができなくなります。そのためこのような場合は税減以上によって所得税から減らされる分を市県民税の増額分から減らす、または還付する、いわゆる負担軽減措置を受けることができます。その負担軽減措置を受けるにはどのような手続きが必要になりますか。はい、手続きとしては今回確定申告をしていただき、その後7月1日から7月31日までに平成19年度の市県民税を課税した市町村へ減額申請書を提出してください。ただし負担軽減措置を受けるにはいくつかの条件がありますので、平成19年度に課税された市町村に問い合わせるなどご確認の上申告してください。住宅ローンや保険料などの住宅に関する控除についてもいくつか変わったそうですね。はい、まず住宅ローン控除についてですが、これまで住宅ローン控除は所得税から控除されていましたが、税減以上により所得税が減ったため住宅ローン控除を所得税から控除しきれなくなる場合があります。そのためこのような場合には市役所に減額申告書を提出することにより
試験民税の所得割から控除する措置が設けられました。対象は平成11年から平成18年までに入居した人で、税減以上により所得税が減少する結果、住宅ローン控除可能額が所得税額よりも大きくなり、所得税から控除しきれなくなった人が対象となります。次に住宅などの地震保険料控除についてです。これは今年から新たに創設されたもので、地震保険契約にかかる地震等相当部分の保険料等の金額が2万5千円を上限に所得控除できるというものです。これに伴い従来の損害保険料控除は廃止になりますが、経過措置として平成18年末までに契約した長期損害保険料控除については従来通り1万円を上限に適用されます。申告の際に注意する点などはありますか？はい、社会教育センターでの申告受付は3月10日から3月17日までの土日を除いた6日間となっておりますが、今年も初日の10日と最終日の17日は混雑が予想されます。混雑防止のためできる限り指定された日に申告するようお願いします。なお申告の期間中は職員が各会場に出払っており、市役所での申告受付はできませんのでご注意ください。今回は延岡市市民税課の十黒木さんに平成20年度の試験民税と国民健康保険税の申告について伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。延岡市政だよりをお送りしました。